はい、何です？気合十分だね。もうちょい痩せててもいいね。いいね。いい感じだね。はい、何です？一番人気。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。花を切ったのは12番日本ピオジュピター。各馬第1コーナーに差し掛かります。内を通ってスルスルと飛行機雲が上がっていきました。そしてその後ろから1番大隅ジェット、11番エーピーグリード、まもなく第2コーナーに差し掛かります。それからもう1頭2番ベイズスグラン、キングオブジェイ、その後ろ3馬身くらいあってファンドリリョーマ、それから10番ラモンデグラス、そしてもう1頭9番コンメンダトーレ、それからデュピティアイス、7番カタノホクトベガ、緑の帽子が馬込みで入れています。まもなく第3コーナー内を通りまして成田ホマレ、飛行機雲がレースを5番ファンドリリョーマ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノホクトベが直線の伸び足はどうか。日本ピロジュピタが2番手先頭、中立とレイズスズラン捉えるか。レプシーアイス、カタノホクトベが差を詰めてくる。レプシーアイス、カタノホクトベが馬体があったところがゴール板。あれ、いまいちだったかな。1着、4番、2着、7番、3着。へい、お待ち。はい、何です？いい感じだね。いい感じだね。元気だね。元気だね。いいね。いい感じだね。はい、何です？お、いいじゃないの。
かね。はい、何です？いいじゃないの、体重はバッチリだね。今週はレースがあるよ。はい、何です？気合十分だね。嬉しい。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、エフテンサッチが先手を取ります。ランフォザドリーム、外を通りまして9番ベラミロード、ワンダールナ、そして5番手にゴールドティアラ、山のリアルが並んでいます。その外からはダイヤモンドバー、それからもう1頭石毛光、ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気の片野北斗ベガであります。外から1頭ナシアンスキー、スーノムーティーがそのうちにいます。しんがりから1番杉野キューティーであります。さあ、もう一度前の方に行ってまいります。片野北斗ベガは6番手といったあたり、このまま押し切るか。ベラミロード、ランフォザドリーム懸命に追う。片野北斗ベガものすごい足、先頭行く。ベラミロード、ああもう一杯か、ムチが飛んだ。石橋と杉野キューティー、ピンクの帽子、片野北斗ベガ先頭だ。杉野キューティーが2番手、さあ抜けました。片野北斗ベガ、片野北斗ベガ1着、1番人気に見事応えました。確定しました。馬がレースから帰ってきたね。バッチリだね。嬉しいか。よしよし。嬉しいか。よしよし。いいね。いい感じだね。
気合い十分だね。いい感じだね。元気だね。いい感じだね。気合い十分だね。お、嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。いい仕上がりだね。今週はレースがあるよ。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。秋の中京のメインレースチャンピオンズカップ、12頭がチャンピオンの座を争います。チャンピオンズカップ 1800m、 まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。ゴールデンミサイル先頭、外を通りましてマイターン、内を通ってスルスルとメニフィーが上がっていきました。ゲネラルチャレンジ、それから赤タビップワン。12頭第1コーナー左にカーブを取ります。緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のメイセイオペラ、そしてその後ろからレモンドロップキッド、外を通ってワールドクリーク、ばらけたレース展開であります。これと一緒に片野北斗ベガ、12番ゴールドティアラ、ウィングアロー、4番黒い馬体、成田ホマレ、流れるようにレースが展開されています。マイターンがレースを引っ張るようになりました。そのうちからはメニフィー、そして3番手に2番ゲネラルチャレンジ、それから9番ゴールデンミサイル、1番赤タビップワン、外から1頭メイセイオペラ、その後ろ3馬身くらいあって6番レモンドロップキッド、ここにいた片野北斗ベガ、大舞台の重圧を跳ね抜ける力がこの馬にはあります。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。メイセイオペラは5番手といったあたり。さあ、先頭はマイターンが半馬身リード、マイターンが抜け出した。先頭は11番マイターン、先頭橋本とマイターン、外からはエデラルチャレンジが来ている。マイターン先頭、内か外か、サインはもう渾身の鞭さばき。帰ってきたね。気合い十分だね。いい感じだね。
感じだね。試合十分だね。まあまあかな。はい、何です？元気だね。いい感じだね。2番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。今年最初のダート王者決定戦、川崎記念、まもなくスタートであります。ゲートが開いて飛び出した9頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ってダイワイルシエロ、モエレトレジャー、そのうちからは1番シーキングザダイヤ、そしてその後ろから東進ブリザード、8番ダンツフレームタイムパラドックス、それからもう1頭ノボトゥルー。さあ気合はどうなんだ。9番片野北斗がこの大舞台で巻き返しに燃える人馬です。宇都宮冗談、もう一度前の方でありますが、先頭は4番モエレトレジャー、積極的に行きました。前前での競馬ダイワイルシエロと福永騎手、そして内からは1番シーキングザダイヤ、外から1頭東進ブリザード、そして5番手に8番ダンツフレームであります。これが1番人気のタイムパラドックス、武豊騎手、この手応えはどうか。それから2番ノボトゥルー、9番片野北斗が G1 発制覇なるかどうか。一番後ろに宇都宮冗談であります。流れるようにレースが展開されています。これが先頭モエレトレジャーであります。ダイワイルシエロ、シーキングザダイヤがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。東進ブリザード、ちょっと離されまして8番ダンツフレーム、タイムパラドックスはこの辺り、ノボトゥルー、ここにいた片野北斗ベガ、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。さあ川崎競馬場は大歓声であります。白い帽子シーキングザダイヤが先頭、さあ先頭はシーキングザダイヤが一馬身リード、さあ抜けました。シーキングザダイヤ、片野北斗ベガが差を詰めてくる。片野北斗ベガが襲いかかる。シーキングザダイヤ一着、川崎記念、勝ったのは一番シーキングザダイヤだ。確定しました。
馬がレースから帰ってきた。はい、何です？はい、何です？